けれども、元清掃機器メーカー社員の私がですね、清掃方法だったり、使える機械を紹介するチャンネルです。今日ご紹介するのは、ですね、この2個の機械を使って、30年間洗ってないベッドのお掃除をお見せしようと思います。で、今日登場する機械っていうのがですね、先月出たばっかりの、アイリス大山さんの RNSP10W という、リンサークリーナーっていう、布洗い、こういうマットレスとかを掃除する機械と、あと、合わせてですね、スチームクリーナーの、ケルヒアさんのスチームクリーナーですね、で、使っていこうと思います。じゃあ、早速やっていきます。はい、じゃあまずですね、ベッドを濡らしていきます。で、こちらのリンサークリーナーって、ここボタンを押すだけで、高圧の水が噴射できるので、ガンガン濡らしていこうと思います。じゃあ、早速いきます。こんな感じで水が出ます。もう全部濡らしていきます。はい、一気にいきます。続けて油汚れが多いのでアルカリ電解水で、油汚れを浮かしていきます。こんな感じですね。はい、じゃあ次にブラシでこすってきます。一気にいくんで、ちょっと見逃した方はですね、ちょっと戻って見返してください。こんな感じでガンガンブラシでこすってきます。で、生地によってはブラシでこすると傷むような生地もあるので、ちょっとそこ様子見ながらやってくださいね。で、こういうブラシあるとすごく楽です。ですね、スチームクリーナーを当ててきます。で、これなんでスチームクリーナー当てるかというと、まあ長年使ってるので除菌をしたいっていうのもそうなんですが、消臭の効果もあるんですよ。あとは汚れを浮かしてくれるっていう効果もあって、スチームクリーナー布製品掃除するときにすごく有益なものなので、ぜひですね、お持ちの方は試してみてください。じゃあ早速当ててきます。見てください、これこんな感じでガンガン当ててきます。いやー、やっぱケルヒャのスチームクリーナーね、強いよね。そうで、熱を加えることで洗剤の効果もですね、高まるので、まあいろんな意味でですね、効果的なんですね。で、この上でリンサークリーナーでこの場ですすいでく、水かけて吸い取ってすすいでくっていう感じです。もう水なくなっちゃいましたね。はい、じゃあですね、次はリンサクリーナーかけていきます。はい、じゃあ早速かけていきます。見えますかね、こんな感じで水出してすすいでいくっていう感じなんですよね。結構茶色い水が吸えてるのが見えますよね。見えますかね。ほら、茶色くなってるの見えますかね。いや、いくらでも出てきそうですね、これも。茶色。
分落ちきらないですね、感じ的に。ここが茶色くなってるんですよね。もうちょっとです。今回収した汚れが見てください。これですよ。これが人間の油と、あとダニとか皮脂、あとはなんかこぼしちゃってたりとかしてたら、そういった汚れとかも、まあ、ここに含まれてると。綺麗にしましょう、ベッドは。はい、はい、ですね、今1回だけやったんですけども、結構疲れますね。で、もう1回ぐらいやってすすいだ方がいいかもしれないですね、水でやって。ただですね、ちょっと今日はこれで終了します。でも動画長くなりすぎちゃうので、で、今日ですね、これ改めてこういう広いベッドとかをやるときに思ったのが、ちょっとですね、ホースの長さが足りなくなることがあるので、基本的にこういうスタイルでやる感じになってくるのかなっていう取り回しですね。うん、ちょっとね、ここは少し弱点を感じました、今日は。はい。対象物によってっていうところですね。はい。じゃあですね、今日は、ベッド丸洗いしました。めっちゃ汚れ取れてよかったと思います。これも、親のベッドなんですけど、はい。親孝行できたと思います。じゃあですね、またですね、参考になった方はですね、ぜひ、いいね、チャンネル登録、何とかをよろしくお願いします。じゃあまた。